ユウト、あんたはずっとこっちにいるけど、村の方は放っておいて大丈夫なの？おう、バラバラになってたみんなもほとんど戻ってきたし、村も治った。それに長老にも行ってこいって言われたしな。長老が？なんで？なんだかよくわからないけど、嫁を見つけてこいって。嫁？何それ？ユウトもいい歳だから、そろそろ嫁を見繕わなくてはいけないな。だって見染めた人はいるのかとかも言ってたな。なんだかよくわからなかったけど、とりあえずうなずいてたら行けって言われた。アホ！それ嫁を連れてこいってことよ。あんた当てとかあるの？よくわからないけど、きっと大丈夫だ。エミリアたちだって手伝ってくれるだろ。手伝うってまさかあんたの嫁探し？手伝ってくれないのか？そんなに探すのが難しいものなのか？難しいというか、私たちが探してもしょうがないというか。エミリア、なんか嘘ついてるな。もういい、僕一人で探してみせるぞ。あ、ちょっと探すってどこに行く気よ。